アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは、伊藤さやかです。今私は、DVD の撮影で伊豆に来ています。はい、ということで今回の撮影は天候がね、良くなかったり良かったり、すごいいろいろコロコロ変わったんですけど、なんか撮影のたびにちゃんと晴れてくれて、すごくいい作品ができたなと思いました。で、特に海がねすごく印象的だったので、夏っぽいいい感じの DVD になっております。そんな感じでおすすめの作品になっておりますので、皆さんぜひ見てみてください。バイバイ。撮影中一番楽しかったことは、温泉に入ったことなんですけど、もともとなんか温泉の写真がすごく好きで、すごくインスタ映えするので、今回撮影で使ってもらえてすごく嬉しかったし、すっごい綺麗な温泉でした。撮影中一番大変だったことは、とにかく本当にこう2日目がめちゃめちゃ豪雨だったりめちゃめちゃ晴れたりを繰り返してて、なんかこう本当に撮影が時間通りいけるのかなって思ったんですけど、意外となんか本当に外出たら晴れてくれたりとかして、多分その撮影陣の方の誰かしらがなんか晴れ女さんとか晴れ男さんだったのかもしれないなって思いました。初めてのイメージ撮影の、自己評価をつけるなら、75点ぐらいですね。はい、なんか写真を撮ったりは、まあ結構いつもやってて、もうちょっとこういろんな顔っていうか、いろんな表情を見せられたらよかったなと思ったんですけど、その動画にしてもらうことがあんまりないので、そっちの方はカメラマンさんに上手だねって言ってもらえたので、そこだけ評価高くつけてみました。はい、家に帰ってまず最初にすることは、まあ、手洗いうがいなんですけど、なんかあんまりテレビを見る習慣がなくて、なんか BGM にこうテレビの画面に音楽をつけて、でなんか携帯をいじることがやっぱ多いですね。職業的にもそうだし、他の人の写真を見て研究することが好きなので、日々ね、インスタグラムとかの写真とかをずっと漁ってますね、結構。はい、仕事がオフの日の過ごし方は、なんだろうな、まあ結構なんか仕事を丸一日オフにするというよりは、一日一回ちょっとやらないといけないこととかを作ってて、なんか休んじゃうと、それをきっかけになんか怠けちゃうかもしれないなと思ってるので、そのファンサイトの更新とか写真撮ったりとかっていうのは毎日してて、その場その場を楽しむみたいなことをしてます。特技のピアノを始めたきっかけは、多分 3,4 歳ぐらいからも習ってたんで、多分物心つくぐらいにはもうすでにピアノを習ってたんですけど、なんか多分私からお母さんにピアノが周りをやってるからやりたいって言ったんですけど、まあ、それも結構なんだかんだ19、20年ぐらいずっと続けてて、まあ、それも継続ですね、結構。そう、なんか好きなのでやってます。今後挑戦してみたいお仕事は、でもなんかグラビア関係とかはすごく興味があるんですけど、なんだろうな、とにかく映像に出れる仕事を今のうちにたくさんこなしていきたいなと思っています。はい、あとフォロワーを増やしたいので日々頑張ります。皆さんいつも応援ありがとうございます。いつものインスタにはないような表情とか
シチュエーションがたくさん詰まってると思うので、ぜひ皆さん見てください。